いらっしゃい。すいません、この写真の子供は。え？ああ、ウォンな。この子、釣りをするんですか？うん、前に売れ残った竿をやったことがあってね。その竿で釣れたからって、わざわざ写真持ってきてさ。まあ、よっぽど嬉しかったんだろうな。もっとも、釣りだけじゃなく、釣りやかっぱらいもするらしいけど。あんた、もしかして。ええ、まあ。根は優しい、いい子なんだけどな。ああ。訳ありみたいだね。いいよ、必要なら持ってきな。ありがとうございます。ウォンに会ったら伝えてくれ。あんまり悪さするなと俺が言ってたって。わかりました。させてもらってます。クン・ファンメイです。え、ああ。あの、シュウエイさんからの伝言なんですけど、文武廟の書庫にすぐ来てくださいって。文武廟の書庫？あ、私が出ます。もしもし。あ、はい。わかりました。シュウエイさんが早く来るようにって。じゃあ、私はこれで。ああ、いけない、ごめんなさい。それじゃ失礼します。来たわね。おはようございます。おはよう。ああ、どこへ？黙ってついてきなさい。はい。ここの本を虫干ししてほしいの。虫干しって俺が？あなたの他に誰かいる？修験達のことを教えてくれるんじゃないんですか？止めてもらっておいて文句を言うつもり？あ、わかった、やればいいんだろ。何か言ったかしら？いえ。じゃあ頼むわね。じゃあ早速お願いします。ああ。ここに積んである本を一山ずつ外の台まで運んでください。並べるのは私がやりますから、あなたは運ぶだけで結構です。ご奉仕は昼の12時までですが、全部運んだらそこでおしまい。頑張れば早く終われますよ。わかった。どれも貴重な本ですから落とさないように。じゃあ頼みましたよ。やるか。気をつけてください。貴重な本なんですから。すまない。その調子その調子。お疲れ様です。ああ。全部運べませんでしたね。すまない。まあ、あとは明日にしましょう。それじゃ。老師の言う通りやっているようだな。良い心がけだ。
はい。これを。これは技書だ。修行の励みにしなさい。ありがとうございます。どうぞ。修験達って人のことを知りませんか？ああ、貿易会社の社長さんですね。よく大老武術にお越しになられてました。そうですか。修験達って人を知りませんか？よく知っておる。五星講師という会社を起こして、昔はかなり流星を誇った人じゃ。今どこにいるかわかりませんか？さてのしばらくご無沙汰だし、あまり人前には出てこない人だったからの。そうですか。今はどこで何をしておられるのやら。最近姿を見かけんからの。そうですか。修験達って人知りませんか？修験達、噂には聞いたことあるよ。噂？五星講師って会社の社長だよね。姿をくらましちゃった。姿をくらました？そうさ、この町にはその人と取引してた店も多くてさ、一時はちょっとした騒ぎだったんだ。修験達って人の居所に心当たりは？さあ、ないね。そうですか。他には何かご存知のことは？そうだね、本を出してるって聞いたね。武林書って武術の本。その本はどこに？さあ、武術関係の本のことなら大老武術で聞いたらどう？大老武術。わかりました。ありがとうございます。武林書って知りませんか？修験達という人が記した書物での、様々な憲法の流派がまとめられておった。その武林書はここに？いや、今は確か文武廟に保管されているはずじゃ。わかりました。ありがとうございます。はずきさん、はずきさん。うん。時間ですよ。今日の分は終わったようだな。俺はいつまでこんなことを。老師にお考えがあってのことだろう。焦らないことだ。失礼します。待ちたまえ。え？君は武術を学んでいるな。ええ。私は日本の武術に興味が。差し支えなければ見せてもらえないか？ええ、わかりました。ここじゃ狭いな。広いところへ。今のは葉月流名月の灯籠です。当て身と投げを複合的に組み合わせた武術だ。ありがとう、参考になった。その礼に私も一手披露しよう。これは中水といって重要な基本技の一つだ。中国憲法ではこの中水で力の出し方を身につけ、次に応用技や変化を学んでいく。よければ覚えてみるかね。お願いします。わかった。まず最初に型を教えよう。よく見ておきたまえ。一歩前に踏み込むと同時に拳と足に力を入れるのだ。
さあやってみたまえ。型は覚えたようだな。はい。クンフーは一朝一夕で身につくものではない。日々修練を怠らぬことだ。中水にはこういう応用もある。構えてみたまえ。なるほど。ここから先の変化も研究してみるといい。はい、ありがとうございました。あ、ちりとり。おっと、悪い。ごめんなさい、こちらこそ。これから本運びですか？ああ。そういえば、修験達という名前に心当たりないか？修験達さんですか？修、でもあれは…何か知ってるのか？ああ、いえ、その人かどうかはわかりませんけど、確か、書庫の中にあるブリン書って本にシュって名前が。ブリン書。はい。そうか、ありがとう。探してみる。どういたしまして。うん。ブリン書。これがシュの。鍵がかかってるな。周英さんに聞いてみるか。周英さん、俺にブリン書を見せてください。ブリン書？修験達が書いた本だと聞きました。どうしても確かめたいことが。ダメよ。なぜですか？今のあなたには必要ないわ。あ、待ってください。お願いします、ブリン書を。やってみなさい。え？あ、たとえ一枚の落ち葉さえ心を落ち着け、集中しない限り掴むことはできない。今のあなたは仇を取ろうと願うあまり、気持ちに焦りが生まれている。気を静めて物事の本質を見極めなさい。物事の本質。そうすれば落ち葉は簡単につかめるはず。それからよ、不倫書のことは。コツはつかめたようね。はい、約束です、ブリン書。そんなことではとても気が静まったとは思えないわね。え？一度や二度葉をつかめたくらいでは心の焦りは消えない。続けて三回葉をつかめるようになりなさい。そんな。その後よ、ブリン書のことは。いいわね。続けて三回やるしかないか。取れた。あと2枚だ。やった。あと1回だ。取れた。よし。雑念は消えたようね。でも明鏡止水の境地にはまだ遠いようね。明鏡止水。静かなる水面のように
心を澄み渡らせること、心を乱すことなく、ただ己の心にのみ意識を集中する、それが明鏡止水の境地。心を乱すことなく己の心にのみ。約束だったわね。一冊しかない書物だから扱いには気をつけて。いいわね。修験達、この本に間違いない。敬意剣、五行剣を基本とするホッパーの代表的な剣法か。ん？これは超孫明、古円剣の伝人。超孫明。超孫明を覚えているな。蘭亭の言っていた名前だ。この紙は一体。修験達、やはりこの人が親父の死の謎を知っている。これを手がかりに修験達を探すしかない。どうかなさいました？ああ、この紙って何かわかるかな？何です？これ、それがわからないから聞いてるんだ。そっか、そうですよね。じゃあもう一度。ごめんなさい、やっぱりわからないです。そうか。すいません、お役に立てなくて。いや、いいんだ。誰か他を当たってみる。あの、ん？あ、いいえ、それなら大老外で聞いた方がいいかもしれませんよ。大老外？はい、かなり古いものみたいですから。その紙、大老外には古いものを置いてあるお店が多いんです。例えば骨董屋さんとか。骨董屋か、わかった、行ってみる。はい、お気をつけて。すいません。いらっしゃい。これどういう意味かわかりませんか？これは茶碗人ですね。茶碗人？ええ、武術家同士のやり取りに使われる暗号みたいなものです。詳しく教えていただけませんか？いや、私も昔恵華さんに聞いただけですから。恵華さん？江南街の恩太郎に住んでる恵華さんですか？ええ、そうですよ。茶碗人のことを知りたいなら恵華さんを訪ねるといいですよ。わかりました。オンダローはここだったな。ケイカさんはいるかな？すいません。ケイカさん。あんたがい。すいません、ケイカさん。聞きたいことがあるんです。これ、なんだかわかりますか？これをどこで？文武廟の書庫で見つけたんです。文武廟の？ええ。立ち話もなんだね、入りな。かけな。このメモ、何かわかるんですか？茶碗人さ、
茶碗人。天保家が同門とだけ情報を交換できるように作った暗号、それが茶碗人さ。これは、この文字は親父の手紙にも書かれていました。天は時間を、地は場所を表してるのさ。時間と場所、龍と龍は、龍は人、龍は行動の意味だよ。なぜこの言葉がここに。茶碗の位置とそれぞれの文字が対応しているのさ。左端の茶碗から天、龍、地、龍ってね。じゃあこれは、多分修験達の仲間だって示す合図だろうね。修験達の仲間。まずこの形をしっかり覚えな。はい。食堂とか酒場とか人の集まる場所で修験達の仲間が見ていれば合図してくるだろうよ。さあ、私がやったようにやってごらん。まず左端の茶碗から動かしてごらん。そう、そいつを上に持ってくるんだ。おお、次は右から二つ目の茶碗だ。そう、そいつを下に持っていくんだ。こうして待つんだよ。そう、その置き方を忘れるんじゃないよ。茶碗人には危険な合図もあるからね。うかつに他の置き方をするんじゃないよ。わかりました。気をつけます。ありがとうございました。ちょっと聞きたいことがあるんだ。え？使命って人知ってるか？使命知ってるのか？絶対内緒にしてくれますか？ああ。秀英さんは幼い頃孤児院で育てられたんです。孤児院？ええ、お兄さんと一緒に。ひょっとして使命というのは兄さんか？はい。でも使命さんはある日突然出て行っちゃって、それっきり。そんなことが。私が知ってるのはそれだけです。そうか。くんはどうしてそのことを？私も同じ孤児院で育ったから。
そうだったのか。おはようございます。おはよう。じゃあ今日もお願いします。わかった。くれぐれも落とさないように気をつけてくださいね。ああ。始めるか。終わったようだな。はい。ここには廟の創建より集められた数多くの書物が収められている。この本を湿気から守るためにこうして時折虫干しをするのだ。君は老師から己を見つめ直す機会をいただいたのだ。わかるかね。え？老師は君が復讐に焦り身を滅ぼすことを案じておられた。しばらくはここで虫干しに専念し平常心を養うのだ。でも俺は。復讐の炎が沈まれば老師は修験達のことを話してくださると。平常心。いいか。あ、葉月さん、どうかなさいました？ああ、どこか食事ができる店を知らないか？あの、お口に合いませんか？私のお料理。いや、そういうわけじゃないんだ。ただちょっと試してみたいことがあるだけで。本当ですか？ああ。本当に？ああ。よかった。もうどうしようかと思っちゃいましたよ。驚かせて悪かった。いいえ、いいんです。そういうことなら。それで試してみたいことって何です？茶碗を使った合図みたいなもので。そうだな。だからなるべく人が多く集まってるような店がいい。人がたくさんいる店ですか。じゃあ屋台じゃないですね。とすると伏線街か最賃街。心当たりあるか？ごめんなさい、ちょっとたくさんありすぎて。そうか。何しろ食の街と呼ばれるくらいですから。そうだな。とりあえず最賃街か伏線街に行ってみたらどうです？何かわかるかも。そうだな、行ってみるか。お気をつけて。はい、お一人様ご案内します。そちらの空いてるお席へどうぞ。どうも。ん？あそこで茶碗人ができそうだな。よし、やってみるか。これは？さっき出てった客が、あんたにって。往来旅者。はい、お来旅者。はい？ああ。あんたにだ。もしもし。見たぜ、茶碗人。誰だ？修験達を探してるんだろ。今から大老街の文武公園に来な。文武公園？そうだ、今すぐ来い。
文武公園か。あんたが連絡を。ああ、待ってたぜ。おい、せっかく来たんだ。お前らも遊んでやれ。こんなガキが相手かよ。来い。なぜ俺を襲った？俺たちも修験達を探してるんだ。何？修験達はいつも登場圏で連絡を取り合っていた。だが最近全く姿を見せねえ。それで網を張っていたら、お前が茶碗人を。登場圏？伏線外だ。登場圏。ここなら茶碗人ができそうだ。よし、やってみるか。待ってくれ。夜8時、東証券。お待たせいたしました。あなたは？私は修験達に仕えるものです。俺はその修験達さんを探しているんです。なぜあなたが死を？いたぞ！あの人は？あの人が奴らに捕まった。どっち？屋台街の中に。くそ。さっさと歩け。うわ。貴様ら。
おりゃ！こいつ。やってくれるじゃない、生意気な坊やね。いらっしゃい、遊んであげるわ。あんたたちやっておしまい。覚えてらっしゃい。どういうことだ。大丈夫ですか。修玄達さんをご存知なんですね。あなたは。俺は葉月亮と言います。これは主の手紙。この葉月岩尾という方はあなたの父です。蘭亭という男に殺されました。自由門の手がもう日本にまで。私は趙修玄達の側近です。修玄達さんはどこに。今は居所がつかめません。自由門に狙われ身を隠されたとしか。自由門に一体どうすれば。一つだけ方法があります。しかし相当な覚悟が必要です。構いません。ならばヘブンズの蓮を探しなさい。ヘブンズの蓮。死を狙っているのは高天界のトギュウという男です。トギュウ。そのトギュウと対立している男がいるのです。奴なら何か情報を握っているかもしれません。それがヘブンズのレン。そうです。奴らはアバディーンを根城にしています。わかりました。ありがとうございます。レンは危険な男。油断は禁物です。そんなことが。それで修玄達の行方は。ヘブンズの蓮なら知ってるかもしれない。ヘブンズの蓮。待ちなさい。蓮に会うつもりなの。手がかりはそれしかないんだ。よしなさい。みすみす死にに行くようなものだわ。俺はどうしても修玄達に会わなくちゃならないんだ。親父の仇を討つために。まだわからないの。憲法は人を生かすためにこそある。己の感情に任せて剣を振るえばあなたも邪道に落ちるのよ。俺のことは放っておいてくれ。もうあなたに迷惑をかけたくないんだ。そうだったら買ってみなさい。
これはこれはお客様。お前はいかがです。香港の思い出がたった50ドル。いらない。そんな冷たいことをおっしゃらずに。いい。今しかこの思い出の写真は手に入らないんですよ。いらない。ああ、わかりました。それなら30ドルにしましょう。しつこいぞ。それなら10ドル。悪いけど急いでるんだ。まあまあそうおっしゃらずに。せっかく取ったんだからお願いしますよ。頼んだわけじゃない。なんだと？お前が取ってくれって顔してたから取ったんじゃねえか。いいから10ドルで買え。何が10ドルだって？ジョイ。へえ、よく撮れてるじゃない。だろ、こう見えても俺はプロだからよ。へえ、そうだったの。じゃあもう一枚頼むよ。お金はこれと一緒にあたいが払う。そっか、オッケー。一緒に撮ろう。おい、俺は写真なんか。いいから。これはあんたが持ってな。こっちはあたいがもらっとく。おい、料金がまだ。ついてきな、払ってやるよ。じゃね。おい、ちょっと待って。